ボボです。めっちゃくれるやん、得点。新仮面ライダー5回目。というわけで見てきました。入場得点第4弾、5弾。そして、今回の6弾。カード3。今回はドルビーシネマで見たので、ドルビー限定のステッカーも。得点4つももらいよって。では、順番に開封していきます。レアチャレンジ。では、ID タグから。レアシークレットはルリコ。あ、カメレオン。こっちはカマキリか。マンプスじゃないんやな。マンプスやったらカメレオンも。頭文字 C の英語表記、カメレオンにせなあかん。なるほど。しかしレア出ぬか。次がカード2。これでレア出てほしい。カード2、2回目のチャレンジ。せめてダブらないで。あ、ショッカーライダー。大量発生型総変異バッタオーグ。もう1枚はダブルライダー。かっこよ。レア電買ったか。厳しい。でもダブらなくてよかった。ラスト、カード3。これは5枚セットやから、レアも5枚セットらしい。一発勝負やな。よし、レア出て。ない。残念。花がハビダット世界に行ってしまう。行くのはまだ早い。エクスタシー、エクスタシー、スーパーエクスタシー。というわけで5枚。121番。えらい番号飛ぶな。カード3の番号はチップスカード2段の後か。某 EC サイトがフライング販売しちゃったあれね。フライングしてなくてもここでバレてたね。今回ドルビーシネマで見たけど映像綺麗やったわ。トンネルのシーン見やすかったのと、ルリルリの黒目がめっちゃ綺麗やった。浜辺美波ちゃんの魅力が増しましか。それとルリルリの最後の言葉聞き取れて泣きそうになったわ。今まで聞こえてなかったのか。今回音も良かったからかな。ではでは。